安倍元首相批判、公明党山口夏夫。26日に公明党の山口代表が記者会見にて核兵器の共有に関して次のような発言をしてしまいました。国の大きな方針についてかつて責任を担っていた人、政治的影響力の大きい人は発言を配慮して行う必要がある。核軍師と不拡散を推進してきた外交姿勢の信頼を損なう。 いろいろな考え方を議論し合うことは否定することではないなどとなってしまっておりまして。まあ、こちら、安倍元首相を批判したものと思われますが、議論を否定しないのであれば、この首相はもう尻滅裂になってしまっております。まあ、現状、ロシアによる核兵器の同察が有効に機能してしまっており、日本の場合は、まあ、こういったロシアだけではなく、中国や北朝鮮の脅威もございますので、 このような現実的な脅威から国民の皆様をどう守るのかが基金の課題となっております。ならずもの国家が核軍縮に従わないのであれば力で対抗するしかないでしょう。そこでまずは日本の核抑止力となっているアメリカ政府に日本の防衛において核兵器の使用を含めあらゆる手段を行使すると明言させる必要がございます。 今後、アメリカの大統領の訪日が予定されておりますので、まずはそこで明言していただくのが良いんじゃないかと、いいんじゃないかと思われますが、その環境を整えるために、安倍元首相などが核兵器の共有などに関して議論をし、世論を形成しようと努力しているものと思われますので、山口代表には政府与党の一員として国民の皆様を ならず者国家の核兵器の脅威にさらすような暴言を二度と吐かないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。